お別れか。でもこの隔離プラットフォームって分からない人多いんじゃないかな。あそこオフにするってなかなか。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。最終回と言いながらロケットを飛ばせなかった男ユーロです。はい、隔離執行プラットフォームが、実行されていないっていうの分かりました。何号か忘れたけど、こう助けに来てくれた時に砲台撃ち落としたじゃないですか、この施設が。その砲台を無効にしないとなんかまた撃ち落とされる恐れがあるということで実行されないみたいなんですよね。なんでちょっとどうやってそれを実行するのかわからないんですけど、とりあえずブラウンスーツで中に入ってそれを確認してみたいと思います。はい、いやー、まさかまさかのまさか、そういうオチがあるとはって感じですよね。はい、ちょっとそれを調べに行きます。なんかここにあるみたいなんで。いやいやいや、簡単には出させてくれませんね、ほんと。それが一筋縄ではいかない、それがサブノーティカ。まあ今までもそうだったけど、はい、ここでね、なんか砲台がをなんか無効にするスイッチかな、なんかあるのかな、ちょっとそれわからないんですけど、ちょっとまたここ調べていきたいと思います。あ、別にこれそうか、ブラウンスーツで来なくてもよかったか。はい、まあまあちょっと探しに行きましょう。さあ、どこなんだろうな、見当はつかないけど、でもここで砲台を操ってるのは間違いないから、いやいやいや、それわからんだろって感じだよね。まあそら撃ち落とされんの嫌だけど、お母さんも助けたし、感動のね、お別れもしたし、もうそれでいいんじゃねえのかよ。これやりにくいな、ちょっとスーツ脱ごう。スーツ脱ごうねえ。最後子供たちを自分が助けてね、それで終わりかなと思ったら、その隔離したものを離さないといけないってことなんで、隔離したものというかスイッチを振らないといけないっていうことなんで、それがどこにあるのかが、あ、これかな、これだ、これをボタン押すで、これでオフらないといけない多分。でこれで調べられるんだけど、多分これのことだと思うんだけどな、違うかな。お、でこれでオフって、あー、そういうことだ、隔離した、あ、これだけのことだったんだ。おー、なるほどね。はいはい、これでオフになったのでいけるのかな。さあ皆さん、いろいろありましたね。また改めて言うっていうね、言ったとこやん。いやでもこれ多分サブノーティカやる人勉強になるんじゃないですかね。ここを真っ暗にしないといけないっていうことですね。いやいや、最後の最後まで、まあ、暗いからよくわからん。ここは使っていきましょう。いや別に使わなくてもいいだろう、わかるだろうっていう感じだけど、わかるな、鬱陶しいな。はい、これでもういけるということですね。はい、まあ動画を分ける意味があったのかどうかっていうのは甚だ疑問ですが、まあでもね、これがあれですよ、わからないですから、実際こんな簡単なことっていうのが。はい、皆さんもここをオフにしてくださいね。それが隔離執行プラットフォームでした。でここでもうこの機能は果たせないから、いよいよか、
本当に本当の別れだ。よし、もうこれでプラウンスーツで行こう。プラウンスーツであそこ乗ってやろう。とりあえず、うわ、ワーパーがいるぞ。最後の最後でワーパーがいるぞ。よいしょ。はい、じゃあ行きますね。よいしょ。あー、ユーロケットケット。ユーロケットケット。なんでユーロケットケットになってるんね。ユーロケットケットってなんだよ。あ、これ、登れないのかな、ひょっとして。登れないっぽーい。マジか。最後の最後まで何をやってるんだって感じだが、それよりもユーロケットケットを直したい。ユーロケットケットをぜひ直したい。あれ、あー、よいしょ。あー、ユーロケットケット直したいぜ。よし、ここに、よいしょ。ここに置いていこう。無理みたいだ。よし、じゃあ行きます。さあ、もう邪魔してこないか。あー、オッケーです。じゃあ、とりあえず、この微妙なカラーリングのロケットを飛ばします。ここに建築とかできるのかな？まあ、ここに住んだところでって感じだけど。あ、さすがに無理か。あ、無理だな。ユーロケットケットになってたとはな。ユーロケット。まあ、ユーロケットになったところでダセーけどな。よし。じゃあセーブして。最後のセーブになりそうですね。ストーリーモード。今でも考えてるのはね、また次の動画でちょっと、今見えてるこの、水族館をずーっと上まで、どこまで空行けるかやってみようかなと思ってます。かなり無駄なことですが、はい。それをやるぞ。もうあらゆるところからチタン集めまくって取りまくってやろうと思っています。はぁ、お別れか。でもこの隔離プラットフォームってわからない人多いんじゃないかな。あそこオフにするってなかなか難しいことだからな。さあ、じゃあ皆さん、さよなら。はい、カプセルも準備しました。前回ね。はい、書きました。ありがとう。いろいろありましたが、無事にここまで来ました。バグのバカ野郎、アディオス。いいね。いいね、いいね。はい、じゃあ、行きます。おお、来たー。ネプチューンタイムカス。カプセル準備完了。うおー、かっけえ、最後。なになにこれ。起動準備完了。あなたの命令でいつでも行けます。うおー、ない。おー、鳥が止まってる。3、2、1、0。おー、いった。これで撃ち落とされる心配ない。さあ、タイムカプセルが落ちた。おお、これででもどこ脱出するんだろうな。おお、もういきなり宇宙に行った。デブリ帯に入った。ええ、まさかの展開。スイングパイ軌道を実行します。あ、よかったんだ。え、これ直さないといけないんじゃないの。あそこか。あそこに行きましたよ的な感じかな。最も近い星間フェーズゲート。おお、かっこいい。
めっちゃかっこいい。Engaging ion boosters in 3, 2, 1。 おお、そうか、イオン取ったからここで役立つのか。え、これどこに変えるんだ。おお、かけ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 、なに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 。え、無事地球に帰りましたとさっていう感じ。 What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. 私は砂の中に落ちる。私たちは同じではない。けれど私たちは共に行こう。 We are different, but we go together. え？うわ、なになにこれ。ロケットを発射する、ロケットを発射する、サブノーティカ。おーおーおーしか言えねえ。あー、クリアだ。うわー、はい、クリアしました。無事に、やった。いやー、長かった、長かったけどここまで来ました。結局ね、100時間近くやってましたね自分は。うん、ね、3日と24時間だから72時間の90時間ぐらいかやってましたね。はい、皆さんもぜひクリアしてない方クリアしてみてください。一足お先にありがとうございます。こういうね、明確にクリアがあるサバイバルゲームっていうのもどうなんでしょうね。ありそうでないような感じなんですかね。スペシャルサンクス多いな。はい、まあ思えばいろいろありましたよ。このゲームもう1ヶ月、最初の動画上げてからもう3ヶ月ぐらい経ってるのかな。まあ途中ちょっと上げられなくて中断してまた再開してっていう感じになりましたけど、すごく面白かったし、こういうゲームだったらもっともっとやっていきたいと思うんだけどね。これでまたサブノーティカビローゼロがあるんでね、早くそれが日本語化になったら次またやれるから楽しみですよね。はい、おー、サンキューフォープレイング。いやー、こちらこそ。バグさえなければよかったですが、いやー、でもありがとうございます。ここまで来ることができました。ありがとうございます。ふう、ありがとうございます。あー、で終わりか。これでストーリーモードとか、まあ、サブノーティカクリアしたかもしれませんが、まだまだちょっと天に届かせるというミッションを最後番外編でやりたいと思いますので、いやー、ご期待ください。いやー、これ本当やった方がいい。皆さんもぜひプレイしてみてください。はい、では概要欄にね、リンク貼っておきます。一応 Epic Games と Steam 両方出てるので両方のリンクを貼っておきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ユーロでした。バイバイ。